こんにちは、中までたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。マリオカート8って言うとさ、マリオメーカーやっていきましょう。さあ、一見クリアできなさそうに見えません？これね。ほら、まあこうなるじゃん。まるまるってさ。このドーナツのことまるまるって言うんですけど。これでもしゃがみながら行くとね、なんかできるんすよね、これね。これさ、ほう、いけないように見えるじゃん。あ、なんかね、連続でジャンプしてるとね、このガリガリもいけちゃうんですよね。俺の B の連打力だけでいけるかな、ここ最初。なんかしゃがまないと基本ダメだと思うんだけど。あ、ダメだね。俺の連打がマリオついてこねえわ。やっぱダメだわ。マリオがジャンプする間に俺3回 B 連打押してるんで、多分ダメですね。マリオがついてきてくれないですね。これしゃがむといけるっていう理論がわかんないな。あ、これ面白い。スーパーマリオランだね、これはね。うん、こっからだと B でもいけるんですね。あ、ここはスピンでもいけるんですね。なるほどね。一見いけなさそうに見えるけどね。なぜかしゃがむと〇〇は突破できるんですね。はい、3月の31日にいただいたコースです。ついに4月の1日が見えてきた。9ハードシップス、オア5。トラジディ、トラジディナイトのあのトラジディかな。ハードシップってどういうことだ？シップ、船？あの飛行船？か？な？これ2パターンあるってことですよね、オアだから。どっちも、ああ、そうだ。あの、結構その、なんていうのかな、全自動に2パターン分かれてたりするときとかに、まあ、片方だけやって、片方は皆さんで楽しんでみてください、みたいなの結構言うじゃないですか。で、マリオメーカー持ってない人たちもいるから、全部やってほしいっていう、コメントがあるんですけど、気持ちはものすごい分かるんですけど、マリオメーカー持ってる人たちのことも考えたら、とか考えると、どっちが正解なんだろうなって俺は思ってて、でも交互にしよっか。そしたら公平に、公平なのかな、そもそも公平なのかどうかも分かんないんだけど、俺の独りよがりな考え方なのかもしれないけど、持ってる人のことも考えてっていうのが、その考え方がそもそも間違ってるのかもしれないけど、どうなんだろうね。おっと、持ってない人の考えたら両方やっちゃう方がもちろんいいんでしょうけど、はっ！なると思った。スピンできゃよかった。どっちがいいんだろうな。今んとこその個人的な考えとしては、片方だけやってが俺の中では正しいかなと思ってて、おー怖っ。皆さんにもやってもらうがいいかなと思ってますよ。うわ、危ねえ。乗るつもりはなかったんだけどな。まあいいでしょう。あ、よかった。隠し、うっ！なんだと？まあ、ここら辺は多分、この動画のコメント欄にきっと、そこら辺の意見がね、みんなの意見がきっと反映されると思うんで、まあ、それから少し考えようかなと思ってます。どうしていくのがいいかってことですね。どっちが大事なのかな？今見てくれてる人を、大事にしていくのか。いや、それもちょっと言葉が違うな。なんて言えばいいんだろうな。言葉のあれが難しいけど。あんま、俺が言わない方がいいかな。みんなの意見を素直に聞いた方が。うわっ！ちょうどいいか。うん、思った通りですね。踏めましたね。さて。上がハードシップなのかな？右がトラジディなのかな？うわうわー、なんだこれ。おい、いける気しねえな、これな。これ本人突破したのかな。これ本人突破したとしたら相当なプレースキルだと思うよ。これ無理だわ。いける気しないわ。いける気しない、これ、下。しょうがねえな。じゃあ、右行くよ。これ、右クリアできなかったらどうしよう。でも、クリア率 0.9 くらいだったからね。できることを信じる。てか、こっちが簡単なことを信じたいね。ああ、さっきより全然楽ですね。こっちの方がマシだよね。まだ。危ねえ。
飛び？うわー、届かなかった。しっかり乗って。もう十分こっからでも届くよね。OK。入りまして。あれ？うん。ほっ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 。よし。結構急ぐよね、これね。あ、大丈夫そうですね。間に合いそう。ふぅ。なるほど、なるほど、なるほどね。なるほどね。一気にあっちまで飛んだ方がいいね、そしたら。ここでいいのかな？中間ないからね、ミスりたくないっすよね。うわぁ。あれ、ジャンプしないとダメかな？こっちの方が確実だよな。右飛びするよ。あぶねえ。セーフセーフ。スタックもか。うわ。結構急がないとダメだろ、これ。やべえ。スタートダッシュだいぶできてない。うわーわーわー。焦るな、俺。でも結構焦った方がいいんじゃない、これ。さて、来たね。これでも急がないとダメだからな。結構急がないとダメそうな感じだったもんね。で、でもそんなにはしゃいでいけるようなあれじゃないんで、ちゃんと様子も見ながら行かないとダメだけど、早く早く早く、よし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 、あ、ゴールあった、やったー。さっきゴール前で死んだんだ。よかった、クリアできて。諦めないで続けてみよう。そういうことでしょ。マヤミキさんのミキは、あれなのかな、正式名称、あ、なんていうのかな、ご本人様の本当の名前だと、あのミキなのかね。諦めないで。言うよね、CM でね。言う言う。どういうコースなんだろうね。まあ、ここならすぐ来れるから、試しに右飛んでみっか。うん、じゃあドア入りますね。一応こっちも先に見ておきます。土管ね。ああ、そうっすか。今さ、ふと思った疑問があるんだよ。これさ、中にこう進んでいけるから、もしここがさ、あの下、ああ、じゃあこの土管の上の空間がブロックで埋まってたとしたらさ、入れるよね。入れないっけ。もし入れるとしたらさ、無限ループなるよねって思ったんだけどさ、実際できるのかね、どうなんだろうね。さあ、はい？え？盲点盲点、焦った。ありますね。ありゃ、え、これ届く？とんでもない、とんでもない仕掛けがね、隠されてます、これは。諦めないで、かっこマヤミキ風じゃなくて、これはね、諦めないで、投稿者用隠しだよ、だった。そっちだったわ。さあ、投稿者用隠しをね、ガンガン晒していきます。ね、まあ、いわゆるあの、セーブしないとクリアできないコースってやつですね、これはね。ガンガン晒していきます。ね、これだけに飽き足らずね、こっからもガンガン投稿者用隠しですよ。ご安心ください、皆さん。みんな大好き、投稿者用隠しですよ。さあ行きましょう。あの、プロペラ状態保持じゃないとダメなんですよ。さあ、土管入ります。たっ。あぶね。結構怪しい感じでしたね、今ね。危ねえ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 。さあ、ぐるーんと行きます。
で、この流れだとさ、右飛ぶのかなって思うじゃん。違うんだよね。この辺にある。はい、ミッキー。でね、こう。はいはいはい。みんな大好き、投稿者用隠しコースですね。セーブしないと絶対にクリアできないコース。こっから初見です。こっから初見。あ、ゴール臭いですね、でもね。はい、お疲れ。歩き児童ニューヨーク観光ツアー。待ってね、今必死にニューヨーク予想をね、俺は探してる。言うて俺ニューヨークわかんねえわ。言うてわかんないっす。すいません。おー、すげえなー。とりあえずね、サムネはニューヨークだったよ。それは後で見せるわ。サムネはニューヨークだった、完全に。いや、見事ですね。あ、なるほどね。道作ってくれるのね。当たんない、それ。素晴らしい。あ、下の道ができて、すげえな。赤キラーも壊れる、あれなんでしょう。壊れる設計。素晴らしい。ニューヨークって言うと何よ。芸術の都。ブラックパックン、ブラックパックン、ブラックパックン。P 踏むんだ。あー、すっと倒すのか、なるほど。うわー、ギリギリかわす。ギリギリかわしていく。上下乗り継いでいって、入る。すげえ。お、どうする、どうする。あ、ぶっ倒すのか。お、これはティーオシザルスムンチャクッパスの。すごいね。ここで、乗れない。乗ったー。やったー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。